今回ですね、またホワイトボードを使ってちょっと話していきたいと思うんですけど、テーマはですね、結果が出やすい人の特徴っていう形でちょっと話していきたいと思います。で、僕ももう何十人っていう形で、いろんな方ですね、ちょっと、コンサルとかいろんな方見させてもらってるんですけど、やっぱりこれから、いろんなスクールとかコンサルとか情報とかって販売してるじゃないですか。だからそこで、やっぱ結果が出やすい人の特徴っていうのをいくつか見分けたので、今からそういうのをもしやりたいっていう人がいたら、ここのスクールに入ってみたいとか、ここのコンサル受けてみたい人とかって多分世の中たくさんいると思うんですけど、やっぱこういったことを意識して、日々行動すると結果が出やすくなりますよっていうのをちょっとまとめていきたいんですけど、で、やっぱりですね、結局結論で言うと自分自身の行動でしかないんですよ。だって、お金を稼ぐっていうのは裏技っていうのはないんですよ。例えばインターネットビジネスにおいては、ブログ、YouTube、例えば物販においてはもうコツコツやるしかないんですよ。コツコツやるっていうことはそもそも他人同士じゃないですか。っていうことは自分自身が時間を確保して毎日日々行動しないと結果っていうのが生まれないんですよ。だから結果が出やすい人の特徴っていうのはもう圧倒的に言うと、もう資本は自分自身になるんですけど、自分自身がもうしっかり行動してるか、しっかりコツコツ作業してるかってことなんですけども、極論言うと本当にここでしかないんですよ。なんでここでしかないかっていうと、自分自身がしっかりコツコツ作業とか行動していれば、わからないところって出ますよね。わからない箇所が出ますよね。100% 出ますよね。例えば自分がコツコツ毎日2時間作業してますってなった時に、ここってどうすればいいんだなとか、ここってどうやればいいんだろうとか、ここってもっとなんかいい方法ないかなってわからない場所で絶対出るじゃないですか。だから僕が今、物販でも YouTube でも動画でも、やっぱり日々何か作業してると、ここちょっと分かりにくいなっていう部分っていうのが出るんですよ。なんでその分かりにくい部分っていうのが出るかっていうと、日々自分が毎日しっかりコツコツ作業してるからなんですよ。じゃあ、日々毎日何かしらのハードルにぶち当たりますよね。で、ぶち当たった時に分からないところが出たら、質問してる人なんですよ。じゃあ、質問までにたどり着くまでは何もやってないと質問って生まれないじゃないですか。だからしっかりと毎日作業してるからこそ質問って生まれるんですよ。だからまさに結果が出やすい人の特徴っていうのは質問が多い人なんですよ。質問が多い人。だって何も作業してなかったら質問すら生まれないじゃないですか。うん。そうですよね。僕が例えば YouTube のチャンネルを作って毎日アップしていたら何かしらのハードルって生まれますよね。でも、YouTube のチャンネルとかもやってなかったらそもそもやってないので質問って生まれないじゃないですか。そう。だから結果が出やすい人っていうのは質問が絶対に多い人なんですよ。質問が絶対に多い人。うん。そもそも、スクールとかコンサルとかって、そもそも質問し放題じゃないですか。だから、質問しないともったいないんですよ。うん。質問しないともったいない。これはもう本当にそう。だから僕のコンサル生でも今、手が止まってる人って多分いると思うんですけど、もう質問してください。とにかく質問。今困ってるんだったら質問したりとか、今何を例えば明確にしなきゃいけないっていうのが、そもそも分かってないっていうんだったらもう質問するしかないんですよ。そう。でも質問するためには、コツコツやっぱりやっていたからこそ質問が生まれる。でも、そもそも何をコツコツやっていいか分からないっていう人もいると思うんですよ。ここも質問しちゃえばいいんですよ。そう。だからもうコンサルとかスクールとか今後入る人だったらどんどん質問する。とにかくしっかりと自分自身が行動してるってことをアピールするってことがすごい大事なんですよ。この人しっかりとやってるなとか、この人はようやく商品売れてきたなとかなると、やっぱこっちも嬉しいですし、やっぱお互いウィンウィンになんないと、やっぱり嫌じゃないですか。お互い。だから、とにかく質問して来なきゃダメなんですよ。でも、例えば A さん、B さん、C さん、D さんって世の中いるじゃないですか、いろんな方が。でもこの方は、例えばもう仕事が忙しすぎるとか、この方は平日休み、この方は土日休み、この方は夜勤してます、この方は子育てしてますとか、そもそもライフスタイルって、100人問えるじゃないですか。そう。100人問えるから、問えるなので、こっちが何かしらをコントロールすることってできないんですよ。今日は必ず5時間作業しましょうとか、じゃあ土日に必ず3時間ずつ作業しましょうとかってそもそも言えないじゃないですか。じゃあ結局何がどうなるかっていうと、結論も自分自身しかないんですよ。結果が出すにしろ、結果が出ないにしろ、1週間前の自分と1週間後の自分が変わってるのっていうのも、もう全て自分自身でしかないんですよ。なんでかっていうと、生き方もライフスタイルも本業の仕事とかも全く違うんですよ。そう。だから100人が100人稼げる市場なんて世の中ないんですよ。うん、これ間違いなく。うん、物販でもブログでも YouTube でもそうなんですけど、100人が100人稼げる市場なんてもうそもそもないわけなんですよ。そう。だからまあ分からない点があれば質問するってことが、まあ全ての、やっぱり、特徴なんですよね。うん。でも究極ここだけだと思いますよ。質問するってことは日々この人行動してるんだなっていうわけじゃないですか。そう。あと、例えば自分から行動できる。自分から、発信しなきゃダメなんですよ。自分から発信。例えば、今本当に何をしていいかわからないんだったら、例えばそれが3ヶ月後とか4ヶ月後だとしても、それを自分から言える勇気を持たなきゃダメなんですよ。そう。例えば今こういった部分で困っていて、こういった部分で手が止まってるんですけど、めちゃくちゃ初歩的な質問でもいいんですよ。本当に。それでも質問しただけで僕は結構嬉しいですね、逆に言うと。あ、質問してくれたんだ、嬉しいな、ちゃんとやってくれてるんだなとか、質問してくれたらやっぱ分かるんですよね。この人こんだけやってるんだとか、この人こんだけ頑張ってるんだなとかっていうのは分かるじゃないですか。でもそこまでいかなかったとしても、やっぱり質問っていうのはどんどんすべきなんですよ。うん、そうですよね。だってやってなかったら質問すら生まれないってことになるので、ここがすごい、めちゃくちゃ重要なんですよ。まあ僕もそうなんですけど、ぶっちゃけ僕もコンサルとかスクールとか何個か受けたことあるんですけど、僕は結構質問しなかったタイプですね。うん。まあわかるんですけど、だから結果が出なかったっていうのもありますし、でもね、まあブログとかまあハードル高かったっすけどね。他の、例えば僕が受けたコンサルとかスクールってめちゃくちゃハードル高くって、多分100人中100人稼げなかった、スクールみたいのもあったので。だからそういうの考えたら、まあする意味はないかなっていうのもある意味あるんですけど、ある意味はまあ損切りっていうのも、まあ確かに考えではあるんですけど、でも損切りするまで自分自身を追い込んでやったかってことなんですよ。逆に物販だったら、一つでも利益商品をリサーチして見つけたら、それってもう道が見えてるわけじゃないですか。これがブログとか YouTube だと、その道、要は1円でも稼ぐことって超大変なんですよ。でも物販だったら100円でも1円でも稼ぐことって結構楽じゃないですか。だから、道が見えてるんだったらもうやらないとそもそも未来変わらないですよねってことになっちゃうんですよ。そうだからもう質問でしかないと思いますよね。生まれないんですよ。行動しないと、日々作業しないと、日々作業して日々行動して日々考えてないと質問って生まれないんですよ。そもそももう究極論で言うと、僕は例えば同じ仕事っていうのを今まで10年間ぐらいやってたんですけど、この10年間の間って質問って生まれないんですよ。なんでかって言ったら、同じ仕事の繰り返しなので、この仕事っていうのは、例えば半年間でほぼマスターしたとするじゃないですか。じゃあ残りの9年間は、この半年間の知識で9年間同じ仕事をするので、ある意味僕が、本業で仕事、正社員ではない、派遣みたいな感じで仕事をしてた時は、この9年間言っちゃ悪いんですけど、僕は思考停止だったんですよ。だから、質問っていうのはゼロだったんですよ。そう。でも僕が例えば、8年ぐらい前から、2013年から副業を始めた時に、物販とかブログとか YouTube 始めた時に、毎日のように質問っていうのが出てくるんですよ。ああ、これ聞きたいなとか、ここわからないとかな、ここググろうかなとか、ここ検索しよう、調べようって。でもなんで2013年から毎日質問が生まれるようになったら、思考停止状態を超えて日々行動できるようになったからなんですよ。日々行動してる。日々行動してたりとか、日々作業してると、そもそも質問っていうのが出てくるので、質問が出たら日々やってるってことになるので、そりゃ1ヶ月後とか2ヶ月後とか半年後とか、変わりますよねってなるわけじゃないですか。要はそもそも質問が生まれない人生を送っちゃダメなんですよ。うん。疑問ですね、疑問。疑問が生まれない人生を送っちゃうと、絶対に成長しないんですよ、人間って。これマジでそうですね。でも疑問を生まれる人生に変えなきゃダメなんですよ、絶対。だから疑問を生まれる自分に持っていくためには、新しいことにやらなきゃダメなんですよ。例えば本業で、なんか荷物を運ぶ本業をするとするじゃないですか。例えば郵便配達とかすると、毎日同じルートを同じように配っていれば疑問って生まれないじゃないですか。でも自分でインターネットビジネスを用いてブログを書いて、ブログを書いたらどうやって上の方に上げるとか、どうやったらもっとブログのデザインきれいにするとか、どうやったらもっとライティング早く書けるかなとか、物販だったらもっと利益が出る商品ないかなとか、どうやったらもっと写真うまく撮れるかなとか、YouTube だってそうですよね。YouTube の構成考えたりとか、動画編集やったりとか、どん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 日々コツコツ作業するから疑問っていうのが生まれるんですよ。そう。だから疑問が生まれない人生っていうのは、何も変わらないんですよ。思考停止と一緒になるんですよ。まさに。結構厳しいようなこと言いますけど、考えた時にそうじゃないですか。何か新しいことをチャレンジするかな、わからないことが生まれる、疑問が生まれる、それが質問につながる。質問がつながるから、それが、解決する。そうすると今度結果につながるってなるじゃないですか。うん。だからね、究極ほんとここなんですよ。究極、日々考えてるか、日々疑問が生まれてるか、僕なんて毎日いろんなことをググったりとか検索するので、数えたことはないんですけど、やっぱり最低5個から10個ぐらいはいろんな疑問っていうのにぶち当たってると思いますね。うん。それはやっぱり日々行動したりとか、日々いろんな情報っていうのを得てるんですよ。新しい情報を得てるんですよ。だからそれに対して、あ、こんなんもあるんだとか、あ、これについてちょっと調べてみようとか、この言葉ってなんだろうなとか、このキーワードってわからないからちょっとググってみようとか、だからこれをやってると、やっぱり思考停止状態から日々、新しい情報を得に行く習慣になるので、それは人生変わりますよねっていうことになるんですよ。だからここをもう一回見直していただくと、人生もっともっと良くなると思うので、ここをちょっとまた見直してください。じゃあ失礼します。